おはようございます。ただいまより第13回姉妹都市少年少女親善訪問団の結団式を行います。今回の旅行は皆さんの将来にきっと素晴らしい経験となるものと確信しております。ぜひ有意義で楽しい10日間になるよう願っております。元気で来てください。今年は16名の皆さんがまた新しいバトンを持ってですね、キャンベルの方で赴いていただいて、そして皆さんこれまで続いてきた28年の歴史をまたバトンをつないでいただけるということが、大変石川市としても嬉しいことだと思っております。市長は残念ながら今日来れなかったんですけれども、皆さんに、先ほどメールが届きましたので、ご披露いたします。キャンベルディーパーへ出発する皆さん、また一味異なった大自然を堪能してください。同時にコミュニケーション能力の大切さを痛感すると思います。英語学習の動機作りになればと思います。こういったメッセージが寄せられております。それぞれ挑戦をすることがまた皆さんの大きなステップにつながっていくと思いますので、この方が頑張っていただければなと思っております。皆さん気をつけて行ってきてください。一言ご挨拶を申し上げます。この訪問は親善大使としてキャンベルリバーの市民と楽しく触れ合い、友好を深めて、そして異文化を学ぶ若いみんながたくさんの経験を得て、やがて将来に向け何かを見出すいい機会でもあるかと思います。それでは皆様に引率者を紹介させていただきます。私中尾花団長です。よろしくお願いいたします。それから第1班、本間直美です。本間です。よろしくお願いします。2班、上田由美子です。よろしくお願いします。それからもう一方、石狩市役所職員、向井平美幸です。なぜ私がこの研修会に参加するかという理由としましては、ニュージーランドに行ってさまざまな経験を欲しい、自分の可能性を感じ、もっと海外に行っていろんな経験をしてみたくなったということです。この交流会から帰ってきましたら、もっと英語を上達させていろいろな人たちと話をすることができるようになりたいです。最後にこの研修会で協力してくださった皆様、旅費を出してくれた家族、私たちは怪我なく無事に日本に帰国します。本当にありがとうございます。